語にしたいなと思って、前あの大喜利でね、あのみーきさんとの企画をねやらせていただいた時に英語でね書いたら優勝できたので優勝させてね、みーきさんにみさきちゃんが一番面白かったって言ってもらえたので英語にしたいなと思って、そうなんですよ。その1位の景品イヤホンあるじゃないですか、私あれ欲しくて読み落としたペンあります、欲しくて、私あのイヤホン普通に買おうと思ってたんですよ。でお父さんに欲しいって言ったんですよ。そしたら美咲はなくすからダメだって言われちゃってだからここでねちょっとこれを狙うしかないなと思って、ちょっとやっぱここで狙うしかないじゃないですか、思いません？お父さん厳しい。いやでもね、私本当になくすんですよ。今使ってるやつも一回なくしたんですよ実は。そうだからね、イヤホン欲しいです、頑張ります。ちょっと私もちょっと今ガチなんです今回。なんかいや、そうあれね、劇場のとこに置いてあったんですよ、その景品たちが。それでこれが今回の景品ですよみたいにあって、あるんですよ実物がそこに。それはちょっとね欲しいですよね。そう置いてあったんですよ。そうね、結構お高いんで、ちょっと自分のねお小遣いではねちょっと買えなくはないんですけど、欲しいんで、買えなくはないんですけど、多分買ったらもう破産するんで私。ポニーさん、タコさんありがとうございます。何がいいだろうね。ちょっと市長、今日ちゃんと画用紙持ってき、画用紙じゃないな、紙持ってきてて、ちょっと1枚ちぎる。今日はここに青がいっぱい、とできればね多分30分ぐらいでね、ちょっとこれ晴れてめっちゃ気になるなまあっていうことで、だって皆さんもぜひいろんな案ください。まず英語でしょ、ごめんなさい、これはもう私の中での条件なんです。あ、ちなみにミルさんからいただいたブレスレットが手についてます。ワイヤレスイヤホンです。めっちゃ欲しい。お題なんだっけ、8期生に大型新人が加入、どんな新人です。貼っといた方がいいし、ちょっと後ろに貼っときますね。そう、英語で、そう英語でねツイートするのはね、私の中のこれを言えればワンチャンランクインできるんじゃないかと私は思ってて、で私2番のアイロンを欲しくて、アイロンって絶対いいやつなんですよ。今ちょっと待ってください。後ろにお題書きますね。ちょっと皆さんもぜひ案ください。オーディションでか、
違えた、もう一回。見えるこれ。あ、見えるな。よし。あきら先生が敬語を使う。面白い。日本人がいない。どんな新人？日本人が一人もいません。日本人が一人もいません。え、これよくない？日本人が一人もいない。さん、だるまさん、ありがとうございます。え、どう？みんなどう？助けて。大型新規制オーディションで、これ読んでます。私は規制オーディションで大型新人が加入。どんな新人？よくない？ちょっと待って、日本人がいない。ちょっとこれもあんだな。よし。名古屋から大阪を自転車通勤する。いや、おもろ。え、それ面白いな。アメリカの名門ハーバード大学の学生が加入。おお、テラちゃん、クリありがとうございます。何があるだろう。
難しいの。ごめんなさい。何がいいんだろうな。ごめんなさい、充電がちょっと切れてしまいました。何がいいだろうな。今の充電器持ってきました。海外からプライベートジェットで面白い。うん、何があるだろう。うん。何だろうな。うん、考えれば考えるほど分からなくなるよね。絶対こんなもんで。一期生さん全員再加入全員一期生さんの兄弟新人大型新人。あ、待って、あ、じゃ思いついた思いついた思いついた。一目見たし、ん？じゃ、八期生を見た瞬間、全員 O っていう、O H でさ、O ってびっくりする O を言う。大型新人だから O っていう。わかる？わかったかな？難しい。え、よくない？え、ちょっといい気がする。おーって言われる新人、最初見た瞬間おーって言われる新人。伝わりづらいかな。見た瞬間おーって、お披露目で見た瞬間全員がおーって言ってしまう新人。あー、ちょっとかぶってる。オーディションの時点で大阪魂公演8ポジを全部覚えている。あか、大阪魂公演の多分8ポジが5公演分あるから40ポジ、だから大阪魂公演40ポジを全部知っているし、に
そう思うとやっぱ全員日本人が一人もいない。どんな新人？ There aren't any Japanese people。 何があるかな。何があるかな。何があるだろう。おお。さっき大型トラックとかの人。オーディション会場まで全員が大型トラックで来ていた。え、これよくない？え、よくない？全員がどんな新人？全員が大型トラックで練習か、練習じゃないわ、オーディション会場まで来ていた。どう？これ大型新人、秋生オーディションで大型新人が加入。どんな新人？オーディション会場まで大型トラックで来ている。何があるの？わからなくなってきた。助けて。大型組織の娘、違う、足のサイズが30。何がいいだろう。何がいいか。それいいね。親子同時加入。うんな。秋生オーディションで大型新人が加入。どんな新人？
親子同士で加入してきた新人。それいいな、確かに親子一緒に加入。センターポジが約束だよ。何がいいだろう、わかんない。何がいいだろうね。でもそれよね、親子、お母さん20、あれ何歳前だっけ、22歳まで応募資格、最年少と最年少の親子加入。これにしようかな、親子で加入してきた期生オーディションで新で大型新人が加入。どんな新人？親子で加入してきた新人。どう、みんなどう思います？でもこれも好きなんだよな、日本人が一人もいない。なんか日本人が一人もいない。で、大型新人が入る。どんな新人？日本人が一人もいないか、大型新人あれしていい？アンケート投票。一番が痛い、日本人が一人もいないか、もう一つが親子揃ってかに、ね、個人的に日本人一人もいないが好きなんだよな。どうですかね。一番が日本人が一人もいないで、二番が親子揃ってかに。固まってるかな、固まってる気がする。メンバーあるんかな。固まってません。あ、固まってない、よかった。日本人が一人もいないは三崎支店が出して、いいと思いますかね。じゃあこれにしようかな。日本人が
人もいない。この前私頭皮もね出てんのかな。よし、じゃあ投票締め切ります。お、1番がめっちゃ多い。1番 71.5%、 2番 28.5% です。じゃあこれにしようかな。うん、どうしよう、どうしよう。これをちょっとごめんなさい、もう一個だけいいですか。これを日本語で応募するか英語で応募するか、どうしよう。これを英語にした方がいいかな。どっちの方がいいと思うんだ。全部英語の方がいいかな。紙をちょっと、あ、人以外全部面白い。なんか書くんだったら英語で書いて下にカッコで多分日本語訳いるかな。日本語でどうだろう、わかんない。どうしたらいいと思いますか。書くんだったら any Japanese people. 合ってるよね、私の英語。 There are any Japanese people. 日本人が一人もいません。There aren't any.それもいいね、確かに。英語だけの方が面白いかな。どうしよう。うん、確かに。英語をお題として出して、その役をこのいただいてるあれ。それ日本語でリプのところに書く。変顔です。両方書いておけばいいかな。英語だけの方がインパクトあるから。リプのところにじゃあ日本語訳もで、いいんちゃう。これもしかしてちょっと人気ワイヤレスイヤホン当たるかな。リプニッカ、ありがとうございます。コメントいただいた方待ってるんだ、私の英語。じゃあこれでいきます。バイバイ。あお、
英語は正しいか分かりません。え、じゃあ私もなんか心配になってくるわ。いやでも合ってるはず。英語合ってるかもしれない。はい、じゃあこれでいいですか皆さん。これにします。皆さんありがとうございます。ちょっとテロップ書いとこう。めちゃくちゃたくさんびっくりマークつけ、びっくりマークつけます。みのりさんレインボースターありがとうございます。テロップ、テロップと同じか。メリッかな。決定します。皆さんありがとうございます。手助け。ようちゃん、かわいいマークありがとうございます。発揮勢だからビッグマークを。あ、で、そうします。今これ2個しかない。ペンどこやったっけ？あ、これ。1、2、3、4。メリカ。こうします。ありがとうございます。そうします。大喜利難しい、本当に大喜利難しいんですよ。もうシワが寄ってきますもん、ここに。もうこうやってふんって。イヤホン取れたら泣きしません。本当にです。本当に泣きさないように気をつけます。もしいただけたら。でも100点です。これめっちゃいいと思います。じゃあこれでツイートしておきますね。ぜひ皆さんチェックしてください。お弁当か給食のアンケート。今ツイッターでね、中学時代がお弁当か給食かのアンケートをしてて、それぜひチェックしてください。ニコちゃんブレスレットです。マジで可愛いんですよこれ。皆さんぜひアンケートの投票もよろしくお願いします。給食のやつ。
ずっと晴れてるこの子。今日は皆さん一日何してましたか。一緒に何分までやるの？何分にしよう。見えてないな。外しときます。キーボードでナウって打つと出てきます。50分まで。にします。あと10分ぐらい。よいしょ。なんかこれ貼りたいな。貼れてる。これこんな感じか。ここ、これでいいか。ちょっとちっちゃい、拡大したら見えると思う。いや見えんな、見えんな。皆さんハートありがとうございます。くまさんハートありがとうございます。スクショタイム。次のマイエネのホラーやめてください。そういうそういうこと言うからですよ。ダメです。そういうことちょっと静かに潜んでおきましょう。マジでホラー映画見たら寝れなくなるんですよ。リアルめにガチめに寝れなくなるんでやめてください。ダメです。ダメです。ダッシーさんコバありがとうございます。白ハピさんハートありがとうございます。あとクリちゃんも白ハピさんありがとうございます。ホラー映画マジで嫌いなんですよ。第3回、マジ何が神回なんで、あれマジでもうバンジーしたいんですよ。ちょっと YNN さんにちょっとこの前の怖すぎたんでバンジージャンプやらせてくださいって言ってきます。バンジージャンプしたいです私は。サッシーさんハートありがとうございます。お金払って怖い思いするのは理解。いやそれなです。いやほんとそれなです。いやほんとそこですよ。なそれするんだったら絶対もっと楽しいことあると思っちゃう私は。お化け屋敷で腰抜かしそう。私あれ1回目乗った時腰抜かしたんですよ実は。
バンジージャンプはしたいです。私あのガチの攻撃はダメなんですけど、ジェットコースターとかアトラクション系はマジで好きなんですよ。ちょっとワイエンレヌーさん関係の方これ見てたらよろしくお願いします。マジで怖かった。7期のキャンプで肝試しやめてください、やめてください、ダメです。あのバンジーならいいですよ。バンジー行きたいです。いやーバンジーしたい。バンジーしたい。いやマジでバンジー絶対いい。バンジーしたいです。そう、こんにちは。スカイダイビング、スカイダイビングもしてみたい。いやそれお化けが出なければ多分基本的にいけると思ってるんですよ自分的に。なのでサイダーさん、タコちゃんありがとうございます。あと玉手箱みたいな、サイダーさんありがとうございます。サイダーさんありがとうございます。よし、じゃあランキング読ませていただきます。眉毛を、はい、ではいきます。13位の方末広さんありがとうございます。12位の方 KFBH さんありがとうございます。11位の方みのりさんありがとうございます。10位の方ひさしーさんありがとうございます。9位の方総裁たんさんありがとうございます。8位の方ゆうさんありがとうございます。7位の方ももくまのうちさんありがとうございます。6位の方くまさんありがとうございます。5位の方クニアンさんありがとうございます。4位の方ヨーちゃんさんありがとうございます。3位の方テラちゃんさんありがとうございます。2位の方ポニーさんありがとうございます。そして1位の方白ハピさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、すごい今日2540人もの方がありがとうございます。あ、ホワイトボードやります。忘れてた。ありますよ、でもちゃんとここに。この子ね。ちょ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 。さっきの順位で行かせていただきます。今日は9月の何日だ今日23日木曜日。よし、できた。ちょっとね、なんでしょうか。
10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最近美咲ちゃんのモバメで写真が出ない、私だけですかね。なんだ、ちょっとまたちょっと見てみますね、モバメの写真。ごめんなさい、ちょっとまた調べときます。でも一応送ってはいるんです、ごめんなさい。また確認してみます。それもなんでだろう。本当に皆さん今日はありがとうございました。私いつもなんでしたっけね、最後まで見てくれてありがとうございました。ショールームとツイッターのフォローぜひともよろしくお願いします。そして大喜利もありがとうございました。じゃあバイバイ、おやすみさき、ここで初めて言うかも。バイバイ、ありがとうございました。